はい、ですね、まず、6月20日、20日まで、緊急事態宣言が今、行われていて、その後どうなるのかということに関してですね、再三言っているように、大学ではですね、これまでは緊急事態宣言が終わったら、直ちに、すべての授業、すべてというか、これまで対面でやってた授業については、対面授業に戻しますというふうにアナウンスしてきましたね。これに関して、新たにですね、少なくとも教員サイドにはですね、連絡が来ておりまして、皆さんにも連絡がいったかもしれませんが、その方針の変更ということで、緊急事態宣言が続いたとしてもですね、もう対面に戻しますということだというふうに、私は、聞きました。なのでですね、ほんならもう来週は、じゃあ対面授業ですかということで、把握されている方も多いんじゃないかと思いますけれども、ちょっとこの授業に関してはですね、個別の授業で対応、調整する部分があるので、この授業に関してはちょっと、オフィスと相談中でございます。オフィスと相談中でございますので、今後 LMS のチャット上に周知させてもらいます。要するにですね、遠隔を継続する可能性もあるということを知っておいていただけたらと思います。でしょうか。1週間後にね、迫っているのに、現時点でちょっと判明してないというのは、ちょっとね、やりにくい部分ですけれども、すいませんけれども、ちょっとそのように思っていただけたらと思います。今もちょうどオフィスから連絡が来まして、ちょっとその手続きをですね、これ、なんか、今日中にやってくださいとかいうなんか連絡が来たんですけども、すごいギリギリのタイトなスケジュールで動きますね。ちょっとそういったオフィスとの、最終調整踏まえてですね、LMS のチャット欄に書かせてもらいます。よろしくお願いします。で、そこから先のスケジュールもですね、皆さんそろそろですね、心配になってきているところかと思います。私もですね、そろそろ、心配になってきております。まずですね、早ければですね、来週、じゃあもうレポートの課題はこれですという形で、周知、案内、お知らせできればなというふうに思っています。で、もしその時点で、じゃあもう書き始めましょうということであればですね、そこから、1回目の授業で予告していたようにですね、最大3回ですね。基本的には毎年3回です。3回、順を追って提出物を出してもらうということになります。絶対これでも確定というわけではなくてですね、早ければこのスケジュールになるということです。なんていうかですね、期末試験、期末レポートを、他の授業でもですね、迫ってきているということを考えると、理想的には、このぐらいの時期に期末レポートが終わると、綺麗ですね。ただ、そうすると、そこまでのですね、スケジュールがタイトになるので、ややしんどいという部分も出てくるという、一長一短ですね。なので、様子を見て、もしかしたらこうではなくてですね、1週間後ろに倒すかもしれない。その場合は本当に期末レポートの時期、期末でテストの時期にですね、もう差し掛かってくるので、こうですね。なんとか言ったらいいかな。こうですね、1月に3回提出しましょうかと。例年こうなんですけど、実は、もうほぼ例外なく。例年こうなんですけれども、ちょっと期末テストに近いなというところはあると思います。なので、実はこれも例年なんですけど、例年、1週間前倒しでですね、6月中に1回目の提出をするというふうに、する方がいいかなというふうに考えて、準備をしてきております。今回ももうそのつもりなんですが、ちょっと前回と今
特にまあ今回のですね、提出物見させてもらって、まあ、こういう作業がこうスムーズにできるのかどうかっていうのをちょっと見極めた上で、まあ判断というふうにしたいと考えております。だからまあちょっと予定が未確定で申し訳ないですが、まあ、そろそろ始まるということだけ今の時点で知っておいてもらえればと思います。そして来週、今日の授業も大事でしたけども、来週再来週がめちゃくちゃ大事です。極端に言うと、まあ、毎年例えばね、教育実習で抜けますとかですね、6月7月ってそういう方いるんですけども、最初が大事なんで、最初だけでもですねちょっと、見といてとかいうふうに言ったりもいたします。要するに一番1回目のデータ提出の時って、じゃ あのグラフ作って出してくださいっていうことをやるんですね。これも1回目の授業でお話ししましたけども、1回目はまずはこう図表類を作るで、本文を作るで、最後にそのまとめを行う、まとめというかその全遂行ですね。この遂行が一番大変なんですけども、全遂行を行うって形で、お願いをしていくので、まあ、こういった形です。こういった、まあ、3回大事になってきます。でその中でやっぱり一番大事なのはやっぱりグラフ作るところですね。その時点でなんかやること全然勘違いしてるって人がですね、毎年結構出てきます。特にですね、2回生3回生4回生にちゃんと聞いてなかったのでということで、なんか全然関係ない、指定されたのと全然関係ないグラフ作ってくる人が結構いて、いやちょっとみんなちゃんとやってるから、それと同じようにやってくださいねということで、まあ、出し直しになっちゃったりします。すると1週間食いますんで、もうどんどんですね、続きの回にその遅れが食い込んできてですね、まあ、大体そのパターンの場合もう遂行できないまま出してしまって、もう怖い恐ろしい場合だと点がつかない恐れが出てくるとかですね、そんなこともありますので、1回目とても大事でございます。だからまあ来週、そして再来週ですね、しっかりお付き合いいただければと思います。はい、まあこんなところですかね、予定的には。で、あとはですね、まあ、毎週の流れということで、まあ、先週お話ししましたけども、まあ、できるだけこの火曜日の朝のうちにですね、私が課題をこういうふうにアップしまして、まあ、さっきねちょっとファイルのなんだアップ漏れがあったので、それができんかったんやという状況になってしまいましたけれども、まあ、一応ですねそういうふうにさせてもらって、で、まあ、火曜日から土曜日、まあ、どこかでは大学にね、行かれる方多いと思うので、まあ、家のパソコンなり大学のパソコンなりでこう手元の作業をしてもらって、その作業結果を出してもらうという流れですね、これでいきましょう。なので前回も言ったことですけれども、提出締め切りは長いです。ただですね、前回ちょっと私ちゃんとここのところ先まで見据えたお話をできてませんで、前回は1週間と取りましょうというふうにやったんです。で前々回もですね、LMS のチャット欄でそういうふうに言ってたんですけども、レポートの提出っていうものが近づいてきましたのでですね、でレポートを出してもらう場合は私が全部メイトさなきゃいけないので、月曜日出してたらちょっと間に合わないんですね。なので、原則土曜日までとさせていただきます。毎週土曜日まで。土曜日のまあ夜23時59分ですね。で私がまあ日曜日の午前中とかに時間作って、だーっとまあ見させてもらうと。でその上でこうどういうふうにフィードバックするかとかですね、次の回でじゃあこういうその次のステップのお話をしようとかですね、決めていきますので、このスケジュールでさせていただければありがたいです。まあ、よくですね、いやちょっと土曜日ワイトがあってとかですね、まあ、待ってくださいというニーズも出てくるんですけれども、まあ、今申し上げたようにかなりタイトですので、待たせてもらって出し直してもらっても実はフィードバックができなくなるんですね。まあ、全員にね個別にできるわけじゃないので、まあ、あんま変わらんやんと思うかもしれませんが、まあ、それでもですね一応全員分名答させてもらってこうしましょうねっていうふうにした方が絶対確実だと思うので、まあ、ちょっと日曜日の作業っていうのは堅持させてもらいたいと思ってます。ということはですね、
ぜひ皆さんに知っておいてほしいことを書きましょうかね。まだね、今週の話じゃないんですけども、一応コーナー、このレポート原稿の提出が始まったらということで、未完成でも出すこと、これを徹底してほしいと思います。でしょうか。提出すること、まあ、提出しちゃうこと、まあ、変な話、まあ、本当にこう間違いなく、もう100点満点のレベルで毎回出すっていうのはなかなか難しい話です。なぜかというと、まあ、来週、皆さんにちょっと試しにやってもらうことですけども、とですね、その、まあ、国勢調査のデータを、ね、ダウンロードするとか、まあ、ダウンロードは私の方でやる予定ですけども、その資料を、Excel で扱うとか、まあ、当然皆さんにとって初めてになるはずですし、あとですね、来週練習してもらうように、そのグラフの作り方ですね、やっぱりですね、まあ、いろいろ抜けたりするもんです。まあ、分かりやすいところで言うとタイトルが抜けたりとかですね、データの数値の表示が抜けたりとかですね、あと単位、人っていう単位とか世帯っていう単位の表示が抜けたりとか結構いろいろあります。なのでなかなかですね、完璧にしようとすると非常に胃が痛いです。でも私の方では完璧じゃなくてもちゃんと完璧な点数つけるので、変な言い方ですけども、まあ、いわゆるその減点方式じゃなくて加点方式っていうんですかね、まあ、とにかく最低限ここまでやってほしいと思ったんやっていうことをちゃんとやっていただけたらですね、ちゃんとやっていただけてますということで、なんていうか、まあ、世知辛い話ですけど点数になっていきますので、まあ、未完成だからっていう心配はあまりしなくていいと思います。どっちかというとね、さっき言ったように授業で言われてないことと全く違うことをやる方がちょっと本当に全点数が何もつかないのでまずいって感じですね。だから未完成なのは全然問題ありません。はい。課題の指示に沿っていれば、もうはっきり言うと、まあ、毎回のです、ね、配点の内訳はちょっと内緒ですけど、まあ6月26日の提出物に関しては、このぐらい点数を、まあ、取ってもらおうと私の方でまあ想定したとしたらですね、まあ、未完成でもまあほぼほぼちゃんと満点がつきます。まあ、例年の傾向でいうと1回目に、まあ、1回生はですね割と大方満点がつくような感じですね。言われた通りやってくれるのでという感じですね。2回生3回生4回生になるにつれてちょっとその満点がつきにくいという感じです。例年の傾向でいうとね、だからまあ、きっちりやってくれたら満点がつきやすいということです。別に上回生があかんとかそういうことじゃなくてね、あと1回生やから大丈夫とかそういうわけでもなくてね、しっかりやってくれれば、しっかり点数反映されますよということです。はい、というのが、今後の流れです。まあ、毎回こういうふうにちょっとずつ今後の流れをですね、確認していきますので、まあ、毎回同じような話聞かされるところもあると思いますが、まあ、その都度ですね、頭に置いておいていただけたらと思います。はい、これ、LMS のチャット欄にもそのまま紹介しておきますね。はい、今見ての通り、ちょっと今後の予定ということで貼らせてもらいます。ここまでどうでしょう、皆さん、質問等ないでしょうか。確か1回目の授業と2回目の授業で、ですね、4回生の方とおぼしき方にこうちょこちょこ私の方からお声かけましたが、まあ、4回生でやっぱり単位結構まだ残っちゃってる人はぜひしっかりやってほしいと思います。まあ、そんな話をしたと思います。一個一個全部こなしてたらですね、この授業は、まあ、U とか週とかですね、つきやすい授業なんで、まあ、単位落とすってことはほぼほぼないですから、まあ、4回生の方で単位、めっちゃ必要って方、とにかく
丁寧にやっていっていただけるようにお願いします。それから、就活の状況のですね、今年私、大学行けてないので、ちょっと就活、なんていうんですかね、全国的な就活の、動きがどうなってるか、ちゃんと把握できてないんですけれども、これからですね、最終面接とかあるんですって方も、多分結構いるんじゃないかと思います。なので、4回生の方、個別にニーズあったら、全部、もう言われた通り、リクエスト通りやりますので、まあ、変な話、すごい良くない言い方ですけど、授業より就活の方が大事ですので、個別の状況あればですね、全部お知らせください。いいでしょうかね。もう完全に4回生は個別対応しかないという場合が出てくると思います。ただ、就活と、実習以外では個別対応しないので、そこはすみませんけど、ご容赦ください。就活と、実習だけです。4回生だからということで、多めに見えてもらえるのはね、よろしくお願いします。じゃあ、何か質問等あれば、お話の途中でもですね、割って入って、音声で割って入るなり、ズームのチャット欄に書いていただくなり、やっていただけたらと思います。じゃあ、予定の確認は全体としてはこんなところです。じゃあですね、なんかありますか？どなたかの音が入りました。先生、はい。今日の課題の動画のことでちょっとお聞きしたいんですけど、じゃあお願いします。はい、今日の話いきましょう。国税調査の項目を制限してダウンロードするところまではいけたんですけれど、大学のパソコンでちょっと、Excel に移してちょっとやろうと思ったんですけど、大学内のパソコンの Excel のか、多分先生とバージョンが違うから、クエリの何でしたっけ、SCV だったかに変換だったかの項目がなくてできなかったんですよ。多分これ、大学のパソコンのバージョンが僕わからないので、どうなのかわからないんですけど、とにかくできない場合どうすればいいでしょう。なるほど。ですね。そうですね。じゃあちょっとその話をしましょうか。いや、ありがとうございます。じゃあですね、どうしましょう。じゃあ、ちょっとじゃあ、それも含めて順番に話していきますので、ちょっと考えながら話すことになりますけど、じゃあちょっとそれ、一旦お題をいただいたということで、一旦預かります。でしょうか。で、順番にちょっと話してって、最後に今のでいけましたっていう形でちょっとまた問いかけますので、今の方も、他の方も、またちょっと、それやったらいけそうとか、なんとか言っていただけたらと思います。はい。ちなみに、他にもですね、現時点でこんなお困りごとが出てるとかないでしょうか。あ、すいません。はい。ちょっと私、途中でちょっと授業に参加して、ちょっと最初のお話を聞いてなかったんですけれども、はい。来週の授業は、おそらく対面だと思うんですけれども、場所はどこで行われるんでしょうか。対面の場合は、これまで1回目と2回目にやった部屋と一緒になるんじゃないかと思います。私、ちょっと把握できてないんですが。はい。一方で、実は冒頭でお話したんですけれども、今画面出てるように、遠隔を継続する可能性がありまして、これは、大学全体の動き、あと学部全体の動きと別に、この講義ごとの動きでですね、そういう判断を、できるかどうか、今、オフィスとすり合わせ中ですので、遠隔になったらですね、教室じゃないということですね。はい、そういうふうに思っておいてください。わかりました。はい。ありがとうございました。出ます。他、いかがでしょうかね、現時点で、困りごと、引っかかっていること、重複するようなことでも構わないです。一見、重複する話でもね、例えば、Excel の話とか、よくよく聞いてみると、別の問題にぶつかってるってこともあると思うので、じゃあ、話の途中とかでもいいので、割って入って言ってくださいね、何かあったら。はい、じゃあですね、ちょっとお話をしますと、実はいくつかですね、実際やってみるとずっとうまいこといかへんっていうのが出てくるだろうというのは、想像しておりまして、YouTube でやって、
てもらうといった作業の、まあ、この画面ですね。この画面で説明したいと思います。と言いながら画面消えとるやん。あ、はいはいはい。ですね。ですね。まずですね。まあ、さっき言っていただいた方は、途中までは、順調にできた様子だったんですけれども、何だったかというと、この国勢調査の、まずは、平成22年、まあ、災害前ですね、の人口等基本集計というのを使ってみようということで、お話をしました。まあ、もちろんあの皆さんそれぞれにですね、もっと他のやつも見ていただいたりしても全然構わないですが、まあ、授業では、これを一旦ちょっと紹介してます。だから皆さんはまあこれと同じものか、これと同じものプラスアルファ何か他のものもまあ見てもらって、なんかいろいろ気づいたこととか書いてもらえればと思うんですが、ですね、まあ、映像の中でも言ったように、最初はですね、国勢調査のデータって多すぎるんで、表示できませんになるんですよ。だから、最初からですね、何も出てこえへんぞみたいになる方もいると思います。これ特に今回試してませんが、スマートフォンでこれやろうとすると、こういう画面で何が起こったか分からなくなる経験があります、私も。いや、実はスマートフォンでね、大体のことはできるんで、もしかしたらやってる方いるかもしれませんから言ってるんですけど、最初、真っ白になるというですね、画面が真っ白になるという。でそれはまず、国勢調査の場合、データ数が多すぎるがゆえの状態なので、まあ、変な状態ではないということですね。ぜひ知ってもらえたらと思います。で次にですね、これ、まあ、スマートフォンの場合に出がちな、困りごと、あとパソコンの場合にもですね、時折出るのが、ここです。この表示項目選択というところをクリックしてもらって、その操作を行うんですけれども、このですね、eStat 上でこのボタンが反応してくれないというのが、割とよくあるんですね。私の経験だと、今年に入ってからちょっとそれないですけれども、だから非常に良くなってるのかなと思いますけど、まあ、単に私のパソコンとの相性が良くなってるだけかもしれないんで、皆さんそれぞれの画面でこの項目選択がうまくできるかはちょっと分かりません。もし今例えば今もパソコン手元にある方は、ズームの画面もなんかスマホで見つつ、自分のパソコンでこの操作やるとかですね、やっていただいてもいいかもしれません。もしまだやってない人はね。これができるかどうか。で、できなかったらどうすんねんですね。できなかったらちょっと先に進まないのでめっちゃ困ります。で私もかつてこれでですね、もうと思ってですね、ものすごいいいスタッドにもう腹が立ったことが何度もあります。まあ、その場合は、ブラウザや端末を変えてください。ブラウザや端末を変える。例えば私だったらですね、お気づきかもしれませんが、何のブラウザ使ってましたかね。これはですね、マイクロソフトのエッジという、やつを使ってます。マイクロソフトのエッジね。最近、日本国内の、ウェブサイトもこのエッジにちゃんと対応してくれるようになったんですけど、これですね、左に現れている、こういうなんか、くるんとなんか、まあ、まあ、なんか、まがたまが3つくっついたみたいな、形のマークですね。私の端末だとエッジでもインスタットが見れてます。でも皆さんの画面でもしエッジ使ってもそれができひんかったとかいう場合、まずはですね、ちょっと細かいことですけれども、インターネットエクスプローラーに変えてもらうという手があります。インターネットエクスプローラーね。ちょっと見つからへんな。あれ。これか。ちょっと画面ちっちゃいですけども、あれないですね。あれすいません。あると思ってたやつがないです。ああ、最近ちょっとなんか大幅アップデートがあったような気がするんで、その時なくなっちゃったですかね。まあ、エッジからですね、エッジっていうのはまあインターネットエクスプローラーの、こう、なんていうか、まあ、バージョンアップ版なんで、結構対応してない、ウェブサイトとかがあって、なのでそういう場合はこう、インターネットエクスプローラーに戻せばいいんですっていうボタンがあったんですけど、まあ、ちょっとなくなっちゃったみたいですね、少なくとも私の画面では。あと、ややこしいことに私のパソコンなんか、間違って英語設定になってるんで、
この辺が全部英語で表示されてます。すみません。そこもちょっと分かりにくい部分です。まあ、いずれにしても、ちょっとこういうところで探すか、あるいはですね、もう自分のパソコンに、いくつかのアプリ、ブラウザー入ってると思うんで、それを使ってもらうのが一つです。私の場合は、Edge と Chrome ってやつですね。Google の Chrome。Android の、マンドルで限らないか、まあ、Google 社が作っているブラウザーですね。これでやる場合も多いです。ESAT はこっちにも当然対応しています。あとは、皆さんご存知だと思いますが、Safari というアプリとかですね。まあ、いろんなアプリでこれに対応してくれるはずなので、もしこの操作画面に混乱があったらですね、こういうブラウザの変更を試してみてください。いいでしょうかね。ちなみに、ここまでの点で何か疑問点とか、確認したい点とか、皆さんないでしょうか？大丈夫でしょうか？ここでさらにちょっと続けますけれども、一番この手間かかるのが、この地域の選択なんですね。でこの地域選択にあたって、先ほどちょっと遅れてアップロードさせてもらったこいつですね。今回の授業ではですね、実は去年も、一昨年もこの授業ではもう、この市町村だけを対象としたんですけれども、この市町村をこの地域選択の中から選んでほしいと思ってます。ところがですね、これがまたですね、反応してくれないこと結構あるんですよ。全国って今、例えば押したら、全国にチェック入りましたね。画面で見てもらったら分かると思いますが、これがですね、チェック入らないって場合、結構あるんですね。今、ちなみに私、マウスでやりましたけど、手でタップでピッとすると、一応入りましたね。これはですね、なんかマウスやと反応しないとかですね、タップやと反応しないということが、これまで結構ありましたので、皆さんのパソコンでもし同じようなことが生じたら、やはりブラウザの変更、またはパソコンの変更、あるいはパソコンじゃなくて、他の端末への変更っていう、端末変更をお願いしたいです。ご不便かけるところで申し訳ないです。はい、あとですね、これはもうどうしようもないんですけど、画面めっちゃちっちゃいんですね。何を思ってこんなちっちゃい画面にしてるのか、おそらくなんかこう、総務省的にはですね、スマホとかですね、タブレットで使うユーザーが増えてるから、それにちゃんと合わせた画面にしようとかいうことにしたんだと思いますけど、やたらですね、最近文字が大きくてですね、この中のウィンドウがめっちゃ狭いんですね。こういった場合には、例えば、もう本当に見にくいので、こう、全体の縮尺を、今、全体の縮尺をめっちゃちっちゃくしてます。して、ちょっと中の入力画面が大きくなるかどうか確認してもらうと。こんな感じで、めっちゃ、表示縮小すると、少しだけですね、少しだけ、文字が現れる、スペースが多くなります。サイズはちっちゃくなるんですけどね。一応文字数は増えますので、こんなんを使ってもらうとかですね、ちょっといろいろご工夫ください。ところが、こういう微調整がですね、スマホとかタブレットだとめっちゃやりにくいんですよ。なので、正直、どうしてもですね、この市町村選択がうまくいかないって場合あると思います。その場合はですね、もう大体でいいです。やや乱暴な話になってしまいますけれども、映像の中でも先ほど私、Zoom の中でも言ったように、実際にじゃあこれでレポート書いてくださいというデータに関しては私の方で全部ダウンロードして整理した上で皆さんに、ご提供するという形を取りますので、今回、このダウンロード失敗したからレポート書けないとかそんなことはないのでご安心ください。一度手を動かしてみて、こういうふうにダウンロードしていってデータ作るんやなっていうところを、経験してほしい。だけといえばだけなので、いいでしょうか。もしうまくいかなくても、ご安心ください。だから極端な話、岩手県の最初の方だけでもですね、もうできれば結構、ようできたというところかと思います。例えば岩手県、今やってますけどね。岩手県。で、沿岸部を対象にしますんでね、盛岡とか絶対にクリックしないでください。割と毎年なんか盛岡、皆さん好きなのか、盛岡クリックが現れます。沿岸部ということで、宮古市、大船渡市等々ですね。
久慈市であのアマちゃんのやってたところですね。で陸前高田市、釜石市、二戸市は関係ないですね。八幡平、奥州、まあといった形でですね、やってもらいたいと思います。はい。まあこんな形ですね。これで多分全部いけたかと思います。岩手県は15個アイテムあるんで、こんな感じですね。はい。だからまあもう時間の制約もありますし、うまく設定いかないこともありますし、まあちょっと岩手県だけですけど、まあ、今回しゃあないかな、許してくれるかなっていうノリで結構です。まあ、それでこういうふうにデータを出してもらうと。そうですね。はい、どうでしょうかね。こういった項目選択も皆さん、できたでしょうかね。ここまででもし引っかかっていることとかあったら、音声なりチャット内で言っていただけたらと思います。あ、今チャット欄に質問がありましたね。表の中のすべての県を選ばなきゃいけないということですか。多分これ、吉田先生の表の中のということですかね。であれば、こうですね。つまりすべての県というのは、岩手、宮城、福島県ね。だからこの3県の県、全体データと、そして、それぞれの市町村のデータですね。これをまあ取ってもらうということでした。あとまあ全国のデータか、合計52の地域データを取得するという流れです。今一応全員宛に書きました。全員宛じゃなかった。はい、全員宛に送りました。こんな感じでやってもらえたらと思います。ですかね。はい、で映像の中でも注意してますけど、群が見つかれへんって、この群で結構悩む人が出てきます、毎年。群は、群データとしては出してないので、イースタットの方では。なんで、群を選ぶことはありません。でしょうかね。群の場合は、その中にある町村を選ぶという形ですので、まあ、ちょっと意識しておいてください。はい、じゃあ、先ほどご質問になりました話ですね。最後の最後、ダウンロードのところです。まず、ダウンロードボタンというのがあるかどうか。まあ、これも端末によって見つけにくいということが出てくるんですけど、まあ、ダウンロードボタンがあればですね、ダウンロードボタンをクリックです。ダウンロードボタン見つからなかったら、ちょっとまた他のパソコンで試してみようかなとかになっちゃうと思います。ダウンロードね。で、ダウンロードの時に、まあ、いくつかのパターンがあります。まあ、今回本当に何でもいいです。まあ、基本私はもうこのまんまやりますし、来週もこのまんまダウンロードしたやつを、つなぎ合わせたやつにしますんで、このままいきますと。すると、まあ、パソコンであればですね、皆さんのパソコンの中にこれでダウンロードされるんですね。で、問題はです。このファイルをどうやって使うかです。映像の中で紹介したように、このファイルですね、ダブルクリックしても文字化けするという場合があります。これでも学校のやつの場合どうでしょうね。大学のやつの場合、文字化けしないっていう場合も考えられますからね。まあ、これで文字化けしなければ、これをそのまま使えばいいです。結構楽ちんですね、作業がね。まあ、もしこの辺に関して情報提供あったら、終わって入っていただいても構いません。皆さんの方がいろいろ多分、試してはるので、このパソコンではこうでしたとかね、情報をお持ちだと思うので、何かあったら教えてください。一応進めますと、じゃあ文字化けしてる場合どうすんねんということで、映像の中ではですね、ほんなら、Excel ファイルをとにかく1個作って、で、そこでですね、まあ、私のバージョンだと、これ基本的には Word2019 の、まあ、
微修正微修正で、まあ、最新アップデート版になります。この辺のバージョンはどこに書いてるんでしたかね。ヘルプじゃないか。あ、バージョンはファイルのところに書いてるのかな。あ、情報これ書いてないですね。あ、誰か音声入ってますね。カチャカチャ言うてます。割り込んでいただくのはいいけど、はい、ただの音声だったら切っときましょう。あれ、私のはどういう表示になるんでしょうね。一応確認しておきましょうか。この辺、あ、エクセルだけになってますね。あ、ちょっとはっきりわからないですね。まあ、あの、いわゆる2019の、まあ、最新版です、多分ね、私のは。それだと、こうなると。データというところから、まあ、取得でもいいんですけど、取得でこうやって、まあ、他のデータベースから何か取り込むんですよとかですね、ファイルから取り込むんですよってことが選べるようになってまして、まあ、あの、eStat の場合は CSV という、データ形式でデータが作られますので、まあ、これをクリックするということです。YouTube の映像では、まあ、この画面の中にある、あ、おっと、こいつですね、テキストまたは CSV からというのがありますので、まあ、これを使いましょうということを言っております。おっと、ごめんなさい。あの、何でも構わないので、まあ、とにかくですね、あの、お持ちのパソコンで、あれは、まあ、お使いのパソコンでそれに相当するものを探してもらうということですね。確かですね、ここで あのあれなんですけど、これがない場合、確か、いや、ちょっとすみません、うろ覚えですけど、コロナの前の年の記憶では社会安全学部の IT3 室と ITWindows の IT1 でしたかね。2016だったと思うんですよね。Excel の2016。うん、確か。そうだとするとですね、データのところじゃなくて、挿入のタブにこれがある可能性があります。私も2016使ったときは、挿入からやってたという記憶があります。この挿入をクリックしてもらうとですね、まあ、バージョンによりけりですけれども、例えばこの辺にですね、この辺にデータベースとかですね、CSV とかですね、そういうのが出てくるはずです。ですので、まあ、そういうのをまあ探していただいて、で、読み込んでいくということですね。ご検討してもらえたらと思います。まあ、ちなみに、あの、どうしても見つからない場合とかはですね、ちょっとピッ。ああ、なんかややこしいことになってますね。すいません、ピッ。はい。Excel 2016でデータベース挿入とかで探してもらうと、まあ、出てくると思います。まあ、あの Windows をお使いの方はですね、まあ、あの何やかんや見てるとあのすぐにデータ情報が出てくると思います。こういうふうにね。問題なのは、Mac のパソコンとお使いの方ですね。同じ Excel でもかなり違うので、あのボタンの配置とかその辺がね。だから結構しんどい思いをされる可能性があります。ですので、まあ、Mac、Excel、データベース挿入とかでこう探してもらってやってもらえたらと思います。ちなみにこの画面はちょっと違うみたいですね。データベース操作の話になってますね。データベース読み込みとかですかね。あ、Windows のサイトは出てきましたね。
これでもまあ最新の情報に基づく話ですね。まあちょっとすいません、今すぐにこうこれがいいですよというのが出てこないですが、このまあデータベースっていうキーワードと、CSV っていうキーワードを念頭に、皆さんのそれぞれのパソコンでですね、適したものを探してみてもらえたらと思います。でもしどうしても出てこなかったら、あまり、まあ、これだけで、時間取られるのは非常にもったいないですし、まあ、期末レポートに直結することではないので、一つ、まあ、もっと簡単な技をご紹介しておきます。まあ、単純な話ですね。コピペしちゃうというのも一つです。見てみますと、さっき見たやつ、これですね。はいはい。まあ、コピペもね、うまくいかない場合結構あると思うんですけど、こんな風にピーッとですね。はい、マウス使える場合は、まあ、全部範囲指定して、コピーとやってもらったらですね、まあ、Excel に貼れると思います。まあ、そんな風に、ちょっとうまいことですね、考えてやってもらえたらと思います。すごいずれてますね、これね。だから、こういうずれもありますけれども、まあ、できる範囲でやってもらえればと思います。あ、はい、なんか、誰か言いましたか？ん？今関係ない音声やったんですかね。関係ない音声やったかな。はい。という、いくつか、まあ、抜け道というかですね、代替手段を紹介しましたけれども、まあ、こんなやり方で、どうでしょうかね、こう Excel ファイルに読み込んでいくということ、できるでしょうか。どうでしょう、なるほど分かったとか、いや、ここはやっぱり分からへんとか、なんかあったらですね、ちょっと今言っていただけるでしょうか。これ聞いてた皆さんの中で、先ほど質問された方でなくてもですね、なんか気づいたことあったらよかったら出してください。これ写真撮った。ちなみに動画の中でお願いしたことは、まあ、こんな感じですね。まあ、私の作業と同じようにできればの話ですけど、無理して絶対同じようにしなきゃいけないわけじゃないですけども、まあ、こういうふうにですね、一般世帯の世帯数を人数別に出して、まあ、単独世帯はこう、私の映像を切りましょう。いいですね。ちょっとおしゃべりしてしゃ入っちゃってる人がいますよ。ちょっとどなたか分かりませんけど、大丈夫ですかね。消えましたかね。何でしたっけ。あ、そうそう、単独世帯とか、2人、3人世帯とか、4人世帯、まあ、こういうふうに3つ以内のグループに、こうキュッとですね、落とし込むのがコツです。なので、まあ、今回はこの3つのグループに分けるということをやってほしいなというふうに思っています。まあ、これもまあできる範囲で結構ですので、あまりまあ無理は、しないでください。気づいたことをここに書いてもらうということでした。でしょうかね。だからもし、まあ、なんかの都合上ですね、この後ろの方が何本データ取れなかったというのであれば、もう最初の方だけでいいですし、岩手県しか取れなかったということであれば、まあ、この宮城県の状態がですね、ない状態でも別にいいと。まあ、こんなんで出してもらっても構いませんということですね。あった方で当然何やっていただいてもいいんでという話をしたんで、まあ、興味があればですね、例えば全国、岩手県、宮城県とかで好きに、試しにですね、分析をしていただいてもいいかと思います。この辺は本当に、まあ、今回はお試しだということもあってですね、自由ですので、まあ、ちょっとやってみて、県ごとに傾向が違うかなとかですね、試してみてですね。で、まあ、気づいたこと書いてもらうというのでもいいかと思います。追われてるな。こうか。ちょっと画面ちっちゃすぎて何してるか分かんないかもしれませんが。やばな、ちょっと壊れてるな。
まあ、基本的に、見てほしいのは前回の続きで、一家族何人住んでるっていうのがですね、災害でどう影響を受けるかっていうのを、まあ考えてもらうっていうのが、今年はいいかなというふうに思ってますんで、まあ、その辺をちょっと探ってもらえるといいかと思います。こんな感じですね。ちょっと大きくしましょうかね。まあ、例えばですよ、これやってくださいってことじゃなくて、まあ、こんな風に、これちょっと正確なのかな、ちょっと分かりませんけど、まあ、これだとあんまりね、県と県の間の違いがちょっと出てこないんですけど、もうちょっと違いが出てくるはずなんで、なんかおかしいんですけど、まあなんかグラフ作ってもらって、そこで気づいたことを書いてもらうでも構いません。はい、今ちょっとそういう、質問が個別にチャットメッセージであったので、お話ししておきました。でまあ、もしグラフ作ったらですね、それもまあこの辺にですね、この辺にもうボコンと置いとく状態でやってもらって構いませんので、どんな形でも結構です。何かを出してもらうようにお願いします。はい、ということで、今日の課題に関して、皆さんがつまずいたであろう点の、補足説明でした。どうでしょうかね。まあ、できる範囲で、やれることをやっていただけたらということで言ってきたので、まあ、多分あじゃあもうこの辺にしとこうかとかですね、うまいこと自分でさじ加減考えられると思いますので、まあ、なんとかなるんじゃないかなと思いますが、まあ、そういった形でお願いします。あとまあ学校でやってた方はね、ちょっと学校もう帰っちゃったんじゃないかと思うんで、ちょっとタイミングが遅くなって申し訳なかったですね。まあ、家のパソコンでちょっとやれる範囲で済ますとかですね、もう逆に明日以降にしちゃうとか、あるいはもうできているものを出しちゃうとかですね、柔軟にやっていただけたらと思います。はい、あと、個別メッセージで今日のズームは何時までですかというのが来ましたけど、もうやることは終わりました。特に皆さんから何もなければこれで終わりにしたいと思いますが、よろしいでしょうか。よろしいでしょうかね。よろしいでしょうかね。大丈夫でしょうかね。だんだんね、本当にこの辺の回からですね、ちょっと、全然分からへんねみたいな人が毎年ちょっとずつ出てくるんで、心配なんですが、大丈夫ですかね。まあ、分からなかったら、ぜひですね、LMS のチャットの方に書き込むようにしてください。そしたら他の方も見れるので、何でもですね、疑問点は出し合うようにしましょう。個別の LMS のメッセージに関しては、かなり反応が遅れますので、そこはちょっとご了承ください。はい、じゃあ、これで終わりにしましょう。何もなければこれで皆さん退席していってください。ありがとうございました。はい、先生。はいはい。さっきズームしてたんですけど、はい、バッテリー、パソコンのバッテリーが切れて落ちちゃったんですけど、はははは。それって今他の人のところで見てるんですけど、それって出席扱いになりますか？ああ、なるほど。いや、なりますよ。あ、もしかして品川凛太郎さん？はい。ああ、なるほど。あ、まあ、一応それではそれだったら出席になります。大丈夫です。はい、わかりました。ありがとうございます。はい、はいはい、ありがとうございます。じゃあ何もなければこれで皆さん退席していてください。何かあったら、ミュートを解除して声かけてください。あ、そうか、授業時間大幅に伸びてんのか。あ、そうか、時間勘違いしてた。そうか、時間勘違いしてた。今残ってる方何かありますか。ミュート解除を求めるボタンを押しました。小浜さん、朝比奈さん、何かありますか。何もなければ終わっていいですか。じゃあ終わらせてもらいます。